よ、はい、はい、始まりましたね、今夜俺、まず一回 CM 入るもんね。そうっすよ、これ今夜の特別ゲスト、今夜の特別ゲスト、これ俺は一回 CM 行こう、CM じゃないです、タイトル今夜のレボー、タイトルコール、いいからや、すごい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、どうも、さあ来ました、慣れてなかったから、ね、もう一回やるぞ、もう一回やるぞ、シーザーちゃんとやろう、今から始まるよ、はい、レボなんでーす、そんな感じで、いや、まあ、でもいいでしょ、せーの、レボなんでーす、いや、でもほんま俺出てないのバレてますよ、出てないから知らないんでしょ、数年ぶりなの、あーでもやっぱりまず、そう、ゆうすけの誕生日おめでとうみんなで言おうよ、おゆうすけコメントちょうだい、おめでとう、ゆうすけ誕生日おめでとう、おめでとう、おめでとう、そうだね、あ、じゃあ一回あの、はい、まず知らん子もおると思うから自己紹介からいくの、いつも自己紹介やってる、もう結構いいメンバー、じゃあ一回自己紹介やるじゃあ両サイドハットやけど、じゃあ左の、はい、左のハットから、はい、はい、あ、ほんまや、中央、はい、もハットやし、せやかてくど、ディゾンのせやかてくど、ディゾンの京本まさき、相葉翔です、京本まさきなハットかぶってる時言われるんですよ、はい、赤西仁じゃないの、なるほどね、はいはいはい、よっ、おーやはい、じゃあ、右のハット、右のハットからいきます、歌舞伎町の爽やかボーイ、青井瑞希です、よっ、マザコン、おー、マザコン、テレビ出てたやつ、テレビ出てたやつ、そのくらい絶対言われると思った、いや、でも、環境大きいからな、マザコンなのに、でも3割ほんま言ってたよ、ベッドで出るときマザコン3割ほんま言ってたいや、すいません、あの、飲んでいいですか、飲んでいいぜ、乾杯しましょう、乾杯しよう、じゃあじゃあ、レボなんです、始まりまーす、はい、行きましょう、おめでとうございます、よっ、レボなんです、レボなんです、マジ普通のレボなんですよ、レボなんですよ、もうレボなんですのタイトル誰が考えたか知ってます、誰考えたの、俺や、急に出てきた、これで、ちなみに誰なんこのチェック、4番なんですチェックのやつ、自己紹介した方がいいんじゃない、龍馬です、よろしく、イエーイ、タイミング終わった、よっしゃ、せやかて、せやかて、次行きましょう、せやかて、自己紹介はピロットでいいですよ、ピロットで、よ、じゃあ、スケ、はい、お誕生日のコメントも来てますけども、28歳になりました、伊吹祐介です、よいしょよっ、お俺おめでとう、ありがとう、おめでとう、めっちゃありがとう、おめでとう、もうありがとう、せやかて、すごいありがとう、せやかて、せやかて、どうも、せやかて、みどうです、パクった30になりましたけども、くまさんと一緒にいるときは絶対年下に見られます、よいしょ、間違いない、いつぶりですか？いや、俺もいつぶり紹介されるのか、でもじゃあ、あの半年ぶりぐらいね、あのレボが始まった時に一回出たけど、あの俺コメント一回拾うけど、ナスビ色のスーツじゃないし目開いてるしで、あのでもニコ生で初めて茶髪出てたかもしれない、はい、おー、茶髪デビュー、だいぶ茶色、めっちゃ茶色ない、だいぶ茶色、やばいよね、前まで黒髪でした、熊尾です、どうも、よっ、その茶色にした経緯とかあるんですか？あんのよ、モテたくてこの夏、いや一言言うて、もうだって、はい、ナンバーマンがって1年半ぐらい経って、はい、モテたい、茶髪にするやん、はい、全然モテへん、あれ、あでしょうね、もうなんやん、何も言えないですよ、ね、否定おらんやん、ね、でも聞いたんじゃないですか、黒髪の方がいいんか茶髪の方がいいかっていう、俺、よくないちなみに前回一回ディゾンで出たんですよ、その時1000超えたんですよ、コメント、1000以降、1000以降、1000以降、その時、まあでも結構禁断の技使ったんですけど、確かに禁断の技使った、そうなの、龍馬龍馬、それは禁断の奥義、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 簡単に言ったら、要はあの、シンさんが何か暴露したら多分1000いったらちょっと暴露するみたいな、俺が嫁おる話、待って、嫁の何
名前、嫁の名前、全員言ったら嫁の名前、嫁、彼女おらんや、全員言ったら嫁の名前、さとみ、さとみ、石原みたいな、絶対石原やそれ。いや今は石原だよ、今は今の今は熊野やから。何熊野さとみ、違うし、酒でも飲もうか。おー、じゃあでなんかあのコメントすごいな、ディズニー最高のテンプレみたいなのが、おやばいやばいやばい、おナイキンがやってくれてんのか、カタ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 。それ松岡さん、昨日見たから昨日見たからそれやりたかった。そう、でも30分しか時間ないからね。そうですね、うん、じゃあ30分でどんだけ新さんの嫁の良さを。いや俺の嫁の話する、そうやったらピンで俺番組代出すから。いやまず彼女おれへんし。えまず何回も言うけど。じゃあまあ、じゃあまだこの、はい、この番組で募集しよう俺の彼女。おお、思ったことないと付き合うんすか、はい。タイプ言うとかん、タイプ言うとかんと。タイプ。審査 B 戦やもん。何が、おい、誰が B 戦やもん。誰が B 戦やもん。俺をいじるな、みんな。じゃ、はい、急遽今日、でもほんま出勤したら、お店出たら、春に今日2時から何してんすか、みたいな。はい。いや、俺今日、朝から2部でやるから、俺今日早く帰って寝ようと思ってるみたいな。でもこの幹部のメンバーで出るのって3年ぶりぐらいですか。いや間違いない、でみんなオープンメンバーやからね。ちょっと今カオル隊長なんですけど、隊長ル、まあそれ今のオープンメンバー、シュンヤが幹部になってる。シュンヤはギリかもうオープンメンバーやね。オープンメンバー、オープンメンバー。でルマタンがいろいろ経て1回帰ってきたね。2回でいろいろ経たけどね。経た、いろいろ経たけど、経たいろいろ経てね。どうする、チーン。はい、まあとりあえずじゃあ大事なことが伝えておきましょう。大事なことが伝えよう。あさって、え、あさって何かあんの。あさって、あさって何やん。もう忘れてたから先言うとこ。あさって何やん。あさって、うちの立花はじめちゃんが、え、万億の塔バースデーイベントやるんで、皆さんよかったら来てください。よっよっ、先週の火曜日もいる。で、先週の火曜日、先週の火曜日どうで、うちの伊吹祐介主任が、先週の火曜日バースデーがあって、ええやん。でも、バースデーは1日じゃなくて、月で踊るやから、後祝いしに来てください。よっ、またはじめちゃんのバーターみたい。はじめちゃんのバーターみたい。はじめちゃんがすごいのもわかるけど、りょうまも言っといていいよ。僕ですか、僕、11月の頭に、はい、楽しいお店出します、よろしく。そうなん、いや 知ってるやろ。でもまだツイッターとかでしか載せてないんですけど。やめちゃうの、やめない。水木もあるんちゃう、水木もあるじゃない。水木テレビ水木もあるんちゃう。いや、テレビで俺を誕生日おめまる、まあちょっと先月末と今月入ってから、まあテレビ出させてもらったんですけど、ちょっとプラスになってるかどうかわかんないですけど、多分 YouTube アップされてるんでみんな見てください、よろしくお願いします。え、そこじゃないや。え、誕生日、誕生日は11月です。え、お前、一応言う。でもどうなの、テレビ、いや、テレビの反響どうなの。テレビの反響、なんかよく来てはるけど。あ、やっぱ来る、潜入感みたいな。潜入、でも、いや、あれでも、すごいよね。結構、週遅れもらってるから。すごいあるね。週遅れ多いけど。え、だからそう、アクセスランキングとかもガッて上がったもんね。すごいらしい、すごいらしい。いや、待って、放送した次の日僕、5位とかやって。次の日20位で。20位、落ちたな。次の日40位で、そこは圏外なの。みんなもっと見てあげて。ラミックして。いや、でもあれですよ。10時半ぐらいに水木に、テレビの影響すごいや、送りすごいやって言ったんですよ。だから、これが、メディアスって俺は。お前かよ、腹立つメディア。腹立つ、これメディアだ。いや、それメディアです。そうか。あ、でもこの間水木ほらお酒持ってきてくれたからもらってあげて。あ、お酒、お、ありがとうございます。あ、早いな、そして。でもほんまに初回無料だみたいな、ほんまにね。なんだ、おな、今月だけやぞ。今月だけ。いや、ただやっぱりあのテレビに出てる人すごくて、俺一回しゅんさんと一緒に初回ついたんですよ。そしたら俺ずっと背向けられて、なんかあ、なんかやっぱテレビ出てないと寂しいなみたいな話をしてたら、なんかもうなんか、あ、本当にあれだよね、かっこいいよねって言われて終わりました。いや、あれちょっと、いやでも今画面見てて、かっこいいっすね。画面見ててさ、一個思ったんだけど、龍馬ってそんな顔でかくないの。今下がってますよ。駅法上手。2人がでかいんじゃない。俺がでかいんか。やべ、一回ちょっと、マジでちょ、一回ちょっと並んで、ちゃんと同じラインで並んでみて。いや、カメラ真ん中あるから、だから野球で言ったらさ、俺センターやん。はい。このこっちはさ、ほら、このサイドはさ、ちっちゃく見えるやん。シーザーバリでかいっす。ほんま？これ真ん中寄るやつじゃない？真ん中大きく見えるやつじゃない？これぐらい？どう？誰一番でかいの？水木でしょ。水木やな。今日は俺じゃないですか。
でもほんまに1個だけコメント拾っていい。熊野真、溝端淳平似てるってよ。いや、部活やめないですよ。似てるっすか？似てるかな。でも俺、思うのよ。人の意見って聞き入れるべきやと思う。はい。なんか自分が正解やって思った終わりで。やっぱりじゃあ、人の言ってることを信じるべきやと思う。その、熊野真、溝端淳平似てるって言った子をほんまに、大好き。大好き。おー。付き合います？いや。付き合わん。いや、やっぱり、だから勝手に振られた。だから彼女できひん。やばい。でも、このペースいいっすよ、今。いいね。いいっすよ。結構いいペース。似てる、似てる、ほら。せいいったら、似てる、似てる、来てるよ。せいいったら、しんさん、重大発表くださいよ。ああ、いいじゃん。せいいったら、レボから発信、プラス、個人的なやつも。せいいったら、俺、はい。俳優デビューするわ。違うでしょ。俳優デビュー。減る、減る、減る、減る。なんで溝端淳平の準備をしてる。減る、減る。なんで溝端淳平の準備をしてる。知ってる？憂いって感じ知ってる？みんな見た？あのテレビ。通話さ。もう最近哲学多めっすよ、ね。やめとくわ。すごいな。この最近本当にマジで。最近マジ哲学多いな。本当に哲学が濃いからやめて。マジで。哲学大盛りだもん。いや本当に出ないからやめては拾うなって言うんすけど。でもすごいなんかさこうやって、はい、いやディゾンオープンしてもう、はい、ディゾンって開けて3年だよね。3年1ヶ月か、はい、もう3年か。でこうやってみんながおってこう生き生きできてるってすごいよね。すごい嬉しいわ俺は。まあ、僕は今回クマさんが出てくれたことが嬉しいです。そうですね。でもみんな気ぃつけて俺思ったよりもう喋れへんで。でこれ出はる前に俺に全て任しとけって言ってはった。いや言うて俺に全て任しとけ。過去のデータをまあまあまあいいでしょ。面白い話はさもうないや。どうなんみんなあんのこうどうしてんのニコ生ってやっぱりさ面白い話なんだろう。その面白いのを見たいのか、かっこいいみんなを見たいのか、どっちなのね。面白いの見たいんすかね。面白いが強いんかな。じゃあ、ユウスケじゃない。おー来たおー。じゃあ、俺がシンさんに怒られた話します。ないっすよ、ないっすよ。俺、ユウスケ怒ったことで何何夏なんですけど、あのディゾンでレクレーションで海行かしてもらったんですよ。結構最近っすね。最近のやつ。最近、最新情報。俺いないやつだ。で、シンさんは、まあ、はしょらしてもらうんですけど、お酒いっぱい飲まはるんで、10年見ると乾杯をテキーラにしまくり、まあ、旬もいたんですけど、お会計が多分14万ぐらいだったんですよ。海の家ね。海の家で。で、審査が、あ、俺10万出すからってこうパッて出して、で、俺と旬に、俺とりあえず10万出すから、もうちょい勉強してくれみたいな。あの瞬間だけ忘れなくて。なんでお互い、お互い3万ずつ出したっていうのは怒ってへん。怒ってへん。愛はありましたけど。怒っていて。いや、海の家に。その時、その時、財布の中に、財布の中に、もう10万入ったら俺覚えてます。え、10万さ、入ってて、もう。20、30入ってて、俺は10万しかない。これだけ言いたい。いや、そのみんなで海に行ったよね。うん、行った。あの休みの日みんなでレクレーションみんなで遊びに行こうと海行ったね。俺と死んだね、忘れへん。で、何でもやけど俺はその日2部のイベントでコーストのイベントでベロベロやった。一、うん、人で電車乗って湘南まで行った。で、みんな盛り上がってるかなーって行ったらシーンやった。なんか風強すぎたんですよ。風強くてね。はい、めっちゃ風強かったっすな。環境悪かった。これはまずいと。うん、まあ、みんなテキーラ配って遊び出したらああなったよね。で、誰ナンパしてたんすか。ナンパだナンパ行くか。いや、俺もほんま、俺はほんまナンパしようと思ってたの。でもほんまに女の子一人もおらんかった。家族連れを海辺に、いや、海辺に。いや、てかあの日寒かったし。いや、風めっちゃ強かったよね。人がおらんかった。どうしたどうしたどうした。で、10人ぐらい潰れてたもんね。はい。いや、間違いない。めっちゃ潰れてた人が。いや、ただちょうど、今、15分経ってないですけど、500超えてます。あら、いい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 、このままやったちょうだい、ちょうだい。今狙ってる女の子の名前だけ。ちょうだい、今狙って、さとみ。石原は、ええ。ガチなやつ。さとみは読めや、骨を使うな、さとみは読めや。骨を使うな、レボブルの骨を使う。あ、でも、堀北真希の結婚がちょっとびっくりだった。そこはい、ニュース哲学エンタメ、エンタメの時間危ない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 。いや、でもあれ、何でしたっけ、みんなの好きなタイプいいよって来てますよ。これいいんじゃないですか。それいいんじゃないですか。じゃあ、シュウヤから、シュウヤからよ、シュウヤ。でもタイミングでシュウヤ、シュウヤ、気になるシュウヤのタイプ行く前に CM。 これ気になるね。上手。
さあずらり並んだ最強コンテンツ早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけの60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。はい、よっ、お待たせしました。多分みんな待っててくれたと思うよ。やっとや。じゃあ発表しようか。ドキドキした。シュウヤの、シュウヤのタイプね。正直に、はい、あ、もういいですか。はい、やばい。3、3、2、2、1、1、よっ。やっぱあのー、これ男性やってたんで、まあ、今日ちょっとマイケル・ジャクソンみたいんですけど、あれですね、やっぱ腰やっぱ動かせる女の子。何の話してるの？誰やねん。違う、聞いてほしい、みんなに。あの、CM 中に言ってた、シュウヤ一発目やから、ボケんでいいよって言ってたのに、なんだ。あ、じゃあもう、芸能人じゃないし。アムロとか倖田來未とか、アムロちゃんね。あー、アムロちゃん。ダブ系だ。それ、ルックスじゃなくて、ダンスできるからって話。あ、ルックスはもう、腰動かせるから。でも、意外とコメントめっちゃ伸びてる。水木は？もう、僕はもう、ガチのやつ言います。ガチのやつ言うと。清楚系が好きなんだ、あの松下奈緒みたいな。逆に。でも毎晩家帰ってたらピアノ弾いてんだけどいいの？じゃあディアスターズみたいなんで言ったら、はい、松下派ってこと？松下派、ね、石原さとみじゃなくて、はい、わ、さとみじゃない、松下奈緒ってあの貯金業みたいな JA バンク。ああ、そっち。わかりづらい。わかりづらい。そこ。でも、あとでわかりづらい。でも、そう。もっと大きな生ですね。スケはスケ。あ、僕っすか。僕もほんま前髪パッツンって言えば、あれや、なんかおったな。いました。キャリーパミパミ。パミパミ。いや、確かに。俺、あいつと買い物行けへんよ。あいつ買い物行ったら俺、はぐれるわ。キャリーパミパミ。前髪を切りすぎたの。切りすぎた。シュン、シュン誰？ん？シュン誰だ？僕っすか？アブリル・ラビーンっすか？アブリル・ラビーンって何？俺、アブリル・ラビーンって言葉にした初めてぐらい。アブリル・ラビーン。ちょっと顔濃いっすね。俺は、シーザー誰っすか？俺は嫁が一番好き。サトミ。嫁おれへんやサトミ。サトミ、サトミ石原。友達ですか？彼女おれ。サトミ石原。いや、彼女おれ。なんで毎回アメリカンネーム石原サトミ言われてるんですか？しかも、バレてますよ。稽古北川バレてますよ。稽古北川の時代はもう終わったの。もう終わった。もう終わった。龍馬の言う前にさ、一個言っていい。はい。さ、最近この嫁がの下りテーブルでよくするやん。はい、します。しすぎて、俺同業さんに、はい。え、なんでしんくん結婚したの言ってくれないのって二人ぐらい言わ。俺それ聞いたっすよ。聞いた。いや、してへんしみたいな。多分嫁の名前くまろですね。これガチらしいよっていう噂を取ってました。そう。で、その上で龍馬誰なの？僕っすか？いや、一番気になるわ。いや、俺マジでアジャコング。アジャコング。アジャコング。いや、お似合い。アジャコング。お似合い。嘘。あの、気合いだ、気合いだの娘。いや、それ浜口。それ浜口っすね。それレスリング。それもいいですけど、あと、北斗晶。ケンスケ！じゃ、喧嘩したらもう、ガンスタグ行ってこーい！沈むけど。ガンスタグ行ってこーい！はい。はい。ありがとうございます。そうか、じゃあ、キャバ系が好きってことで。嘘。おぉ？キャバ嬢大好き。嘘つくなよ。嘘つくなよ。今の顔めっちゃかっこいい。ケンスケ。ケンスケ。俺ね。ケンスケ。まず龍馬男だから。ケンスケ。意外とアブリル・ラフィンぶっ飛んでるから好きっていうの入ってますね。いや、アブリルは。あと300、あと300。いい感じ。いい子。じゃあみんながコメントしやすい話題をじゃあ水木からもらおう。え、ああいいじゃん。一番難しい。めっちゃ難しいこと言いますね。コメントしやすい話題。いや、こういう時こそやっぱり視聴者の皆さんのあれを拾いましょう。コメントな。確かにね。あ、確かに確かに。やっぱり。
でもヒロミ、プロレス始めます。プロレス始めます、ケンスケ。あれ、あれ、キャバ系と清楚系ならどっち？あ、じゃあキャバ系ってより、じゃあ派手めか清楚かってことですかね。まあ、そうですよね。うん、で、主役からゆっくり行ってみよう。え、全員挙手にする？のしのし。あ、せ、あ、挙手にしますか。のしのし。じゃあ、キャバ系が好きな人。あれ、落ちの方から先行っちゃった。落ちの方から先行っちゃった。サクサク行こう。で、女の子の業界でもさ、ホスト系って言われてんのかな。いや、言われてるんじゃないですか。ホスト系みたいな。いや、ギャル系とかじゃないですか。だって俺、あの、歌舞伎町を歩いてたらめっちゃキャッチされるよ。一見どうですかみたいな。ホスト系じゃない。時計のせいじゃないですか。時計のせいで、あいつら時計見てんの歩いてた時に。その時計のせいじゃない。え、キャッチされへんの逆にみんな。いやー、されないです。いや、だから、クマさんとよく歩くじゃないですか。うん、花道通りとかで歩いてる時に、クマさんだけにキャッチが来る。え、そう、すげえ行けてくんの。お兄さん、おっぱいどうですかみたいな。でも違う、俺ヘアメイク前に歩いてて、やったらまだ分かる、スーツ着てるし。ヘアメイクして、よっしゃ、俺現場進みに出るかで、気合い入れて歩いてて、一軒どうすかみたいな。風鈴前。そう、風鈴前。もう覚えろよみたいな。そうそう、いいだろ。一緒に歩いてんのに、俺には絶対怖い。え、そうなの？なんなんやろ、これ。これから仕事なんなんやろ。いや、それは、それはあれ、金持ちの匂いがする。金持ちの匂い。金持ち。金持ち。なんなんやろ、すげえ声かけられる。めっちゃ歌舞伎歩いてる。これ見てくれてるあのキャッチの方、ほんまに知ってほしい。行かへん。キャッチの人見てないです、これ。見てくれへんかな。キャッチ見てないです。じゃあ見てほしい。今度声かけられたら言うわ。一回 YouTube 見て、ニコ生見てっつって。はい。だって前、団体のサラリーマンと一緒になんか。え、そう。この話していい。俺、歩いてね、普通に。店行こうと思って区役所で歩いてたら、4人組のおじさんが歩いてたの。はい。そこにキャッチの人が歩いてて、俺歩くの早いから。一緒ぐらいだった、その4人組のおじさんとこうやってね。はい。で、5人組みたいに見えたの。あの、5名様どうですかみたいに言われて。いやいや、俺別みたいな。俺違う、みんなもう。完全にサラリーマンなんすね。もう、こことかもう、あれよ。もうお仕事終わってる感じよ、ここ。どうしよう。そこに一緒にされんねん。コメント減ってきたっす。おいやべ、誰やコメントやめてんの。やべえぞ。後から見ね、最近ディゾンが一番俺の扱い悪いねんから。お、あ、この間みんな誕生日会やったからです。うん、やったね。でもやっぱクマさんがいると楽しかったっす。ほんま、ありがとう。なんやこれ。俺も楽しい、ずっと笑顔。でもさ、なんかこの画面上で言うとさ、俺めっちゃ歯白く見えへん。ほら、髪の色に目いけます。何それ。あんま、その歯ちっちゃいんであんま。でも実際さ、どうなんやろ、黒髪とかスーツとかってどうなん、みんなからして。それコメントしてもらおう。あ、今時は、昔はさ、スーツが好きとかあって、今どうなん、スーツの人。スーツ嫌い、一発目に来とるっすよ。どうしましょう。嫌い。どうしましょう。いやー、そうっすなー。でも黒髪スーツかっこいいじゃん、入りましたよ。あ、ほんとだ、ほら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 、なかなかいいじゃん。じゃんじゃん。じゃんじゃん。スーツ最高入りました、兄貴。ありがとうございます。スーツ最高。ありがとう。兄貴とかやったら俺がめっちゃ大阪スーツばっかりで、いや、そうなんね、まだ。あ、そうなんだ。あ、そうなんすか。むしろこれ全国から見てるっすよね。あ、そうだと思う。歌舞伎だけは。だって確かに見たらディープスピー、まあ、もともとディープやったんだ、こうとか。もうそうっすね。多いんすか？洗剤とか見とったらスーツばっかり。ひぇー、何やねん。ひぇー、いいじゃん。だから、絶対言うか、今の時代的に今カジュアルになってきてる。ネオスとか、ほら、スケとかでもまだ今日。いや、さっき、そう、あれさ、ネクタイめっちゃ可愛いって言ってくれはるんですよ。タイプラスね。あ、だからほら、あ、これぐらいがいいの。せやかて駆動。せやかて駆動。せやかて駆動。その、せやかて駆動のくだりな。せやかて駆動、俺、100回ぐらい拾いたかったんですよ。同じぐらい。なんだろ、それ俺、前から気になってたんだけど、その、せやかて駆動って何？俺高校生っぽくないですか？なんで、何が違う？サラリーマン。何だ？何だ？色合いじゃないですか？太さは色合い。ネクタイの色、これ高校生ではない。太さじゃないの？せやかて駆動。ブレザー。せやかて駆動の何それ？何やねん、せやかて。何やて駆動。いや、だから、あ、わかった。なんとか平次？あ、そうそう。ハットリ平次ね。あー、ハットリ平次。の関西弁っていう。あー、って言うんだ。そろそろ週間にネタ振ってあげてよ。あ、そうだね。おとなしいから。あとコメント200いける、ネタ振ってあげる。いや、やべ、200、あと5分で200、渋いぜ、結構。なるほど、渋い。裏技使おう。
シンさんから10アップ裏技裏技何裏技使おうそろそろおいタッケ10代発表か難しいな裏技使おうせいったらこれ生産借りちゃうか入ってくるなるなこれ生産借りちゃうかそれ言うの本当にペロこれは生産借りやこれ言うの本当に本当に言うのほんまに言うの本当に言うの俺知らないんだけどいいの大丈夫だってコメントせんってクマシンがワイシャツやこれめっちゃ面白い誰この人ええよめっちゃ面白いええやんめっちゃ面白いめっちゃええええけどコメントせんやぶりますいやこれ多分高いめっちゃ面白いめっちゃ面白いワイシャツやぶるぐらいなるほど生で見れるわけやそういうあのやったらいかんすよ本当に行くっすよコメントせんって今までないもんねほとんどいやマラットが暴露するみたいな時に1200後半行きましたじゃああかんわえじゃああかんわじゃあ1200後半やぶれー1200あげてマラットの暴露なんやったマラットの暴露はそのまあ、龍馬先生からの振りで1000超えたら最近なんか知り合った女の子の名前あげろみたいななら15分で600ぐらいいきましたええすげえいやめっちゃすげえわざとすげえあれでも冗談やってなるよな冗談っすならもうユーザーの女の子もう本当にマジでバーあげてめっちゃヤバいみたいになって今見てくれてる女の子の結束一気に固まってましたもうヤバいあげるぞみたいな緑は緑俺のお母さん龍馬のお母さん龍馬ママは龍馬のお母さんいや龍馬のお母さんほんまこれぐらいの車乗ってるから違うそのくらい前もしてるから俺見せてこんなこんなちっちゃい車乗ってんやから。いい車に買ったの？シボレーの。いや、ほんまに。シボレーの K。龍馬のおかんの。シボレーの共同会や。運転席こんなんやからね、龍馬のおかんの。で、犬おったっすよね。犬おった犬いや、犬だ。せんもうちょい。シーサーのシャツ、俺も破りたい。1200行ったら、俺と龍馬のシャツを燃やします。燃やします。でも、視聴者求めてるよ。そうしよう。シーサー、ネクタイ緩めて。あの、今緩めて。あの、あれ。せやかてなんちゃら。せやかてくどう。これ、これ、生産借りちゃうか。ペロ、アッパーまでが下りやから。はい、どうぞどうぞ。じゃあ、シュウヤの下り、実は終わってます。やばい、1分前あ、やばい、やばいいかねえな、これあと120欲しいけど。いや、この1分で1000いったら、すごいの。あ、じゃあ、一応来月のイベント日程だね。そうやね。でも、その前に1個、みんな知ってるか分からんけど、看板変わってんの知ってますか、皆さん。あ、看板上位。で、プラス、今月今、レボグル、なんとトラック走ってます。へぇそして、で片面は、レボグループ、上半期ナンバー5の子たちが映ってるのね。で、もう片面は、レボグループナンバーワンの、ディゾンのね。はい。イオンリーダーだ。うえぇー一面一人乗ってるから。すげえすごい、すごいインパクトよ。よかったら見てください、みんな。本人おらんねんけど。いや、すごいインパクト。で、あと、大体雑誌見たらイオン乗ってるから、みんな見てください。はい。すごいレボグルの、メディア力すごいいや、ほんまそう。すごいこれも出せこれ、花芽ちゃんイベントです。よ、ありがとう。いいのこんなんで。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。